こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ラストアイドルののんちゃんこと篠原のぞみです。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。アポロポロポロさんハート。ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。猫神さん流れ星。ありがとう。こんばんは。なんか今日全然場所とか何にも変えてないんだけど、なんかちょっと暗くて、なんかね、私が多分何かをどうにか動かしてしまったのかなんだかわからないんだけど、なんかちょっと暗いんだけど気にせずやっていきましょう。すごいね、なんかね何が変わったか自分でわからないんだけど、でも場所も移動してないし。みやびさんハートありがとう。わからないぞ。こんばんは。ライト使ってますね。何ライトなの？これわかんない。リングライト使って。こんばんは。あ、そうですね。皆さん昨日は結構急に配信を切ってしまったんですけど、別に何もなく私は全然大丈夫だったんですけど。世の中の状況がわからないかったので、ちょっと配信すぐに切らせていただきました。その後一度再開しようかなと思ったんですけど、大丈夫ですっていうのを言うだけ言おうかなと思ったんですけど、どういう風な感じかわからなかったので、世の中がなので、やめました。こんばんは。全然何も大丈夫でした。揺れたけど大丈夫でした。かつやさん花束ありがとう。なんかでもいつもその難しくて、なんかそのすごく大変な思いをされてる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、この中で一体どういう風にのなんか皆さんに言葉を伝えたらいいか、なんかこう ツイッターとか、まあ、そういうところにおいてどうつぶやいたらいいかが毎回わからなくて、その変になんかこうあんまり言うのがなんかこうそれにすごい嫌な気持ちになる方もいるかなとか、やっぱそういうのってすごく難しい問題なのであんまり発信するべきではないかなと思って、ただでもなんか配信とかしてたので皆さんに心配もかけてしまうしなっていうのが難しくて一言だけつぶやいて終わりにしたんですけど、そうなんだよね。なんかもちろん本当に心配してるとは思うんですけど、なんか変につぶやきすぎるのも違うしなっていうのがあって、そう私は毎回それが難しくて、私がなんか言っても違うしなっていうので。ユネピーさんハートありがとう。そう人によるからいろいろと、なのであんまり自ら発信はしないようにしています。私はあえて。のぞみさんハートありがとう。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。そして皆様にね、もう発表見たかなと思うんですけれども、なんとねマナティが始球式の登板が決定しました。すごいですね。本当に有言実行する
マナティが本当にすごいなと思って、なんか自分の力でその夢を叶えるのもすごいし、その仕事を取ってくるのもすごいし、本当にすごいなって思うし、このあのラス愛がもうすぐなくなってしまうけど、その前にできたことも私としてはすごく嬉しいなと思います。はい、なんかもともとマナティにお話が行った、マナティにマナティラストアイドル岡村真奈さんへみたいなことじゃなくて、本当にもう岡村真奈さんにっていうあの依頼だったから、なんか特にラストアイドルがどうのっていうのはもともと特にそういう予定もなかったんですけど、多分マナティが交渉してくれて、そうラストアイドルも何人か出演できるっていうことになり、私もその中の一人になりました。もともとは私そこのメンバーに入ってなかったみたいで、なんかあんまり詳しくは知らないんですけど、もともとそこのメンバーに入ってなかったんですけど、マナティがそう言ってくれて、今回出演することができますそうやっぱなんか本当に初期の初期からずっと言ってて、そう言ってて、その夢を本当にね、なんだろう、比喩ではなく本当に一番近くで見てきたので、決まったことが聞いた時もすごく嬉しかったですし、それをね、なんだ、一番近くでその実現する姿を見られることもすごく嬉しいなと思います。はい、もともと私自身が出られなくても、そのマナティの夢さえ叶えばいいなと思ってたんですけど、なんかその決める人には私たちがそのどれだけそのなんかお互いにの夢を応援し合ってたかっていうのをが分かってもらえてないんだなっていうのが悲しかったですね、そう自分自身が出られる出られないよりもそういう風に分かってもらえてないんだっていうのと、なんかやっぱいろんな場面において最後、もう最後、何もかもがいろいろ最後だけど、最後だからだけどやっぱり一つ前の選抜に入れなかったっていうのは、その何かを選ぶ上においてすごく大きなことなんだなっていうのを最近はとても感じております。ツナさん、流れ星、ありがとう。バカラさん、バラ、ありがとう。みやんこ先生、流れ星、ありがとう。なので当日はマナティにとっても、マナティの夢を応援し続けていたファンの皆さんにとっても素敵な一日になるように、そして私たちもビズガールズさんのと一緒にパフォーマンスさせていただけるということなので、精一杯頑張りたいなと思います。こんばんは、たい平さん、ハート、ありがとう。ね、そう、こんばんは、オンライントーク、ありがとう。オンライントークも楽しみにしています。オンライントークの
4月の9日かなとかの分はもうちょっとこの前の受付で終わっちゃったんですけど、まだ受付も今後あるので皆さんオンラインもお話ししに来てください。ぜひぜひ。こんばんは、初めまして、初めましてラストアイドルののんちゃんこと篠原のぞみです。よろしくお願いします。ラストアイドルは5月31日までみんなで走り続けていきますこんばんは。もう本当に最近なんか毎日いろいろ思うとすごい寂しくなっちゃうんですけど、あまり考えすぎると本当に涙が溢れてしまうので、楽しくね過ごしたいなと思いつつも、本当に一個一個がなんかもうこれも最後だとか、なんか普通にレッスンとかでも、あ、このレッスン場に来るのは初めてじゃない最後だとか最後かもしれないなとか思うと、なんかいちいち寂しくなっちゃって、さきちゃんハートありがとう。そう、いろいろ新曲のいろいろも始まったりとかしてるんですけど、そういうのとかも一個ずつが、はあ、こうやってみんなでやるのも最後か思ってしまいますね。こんばんこんばんにょにょ。そう、普通にみんなと会うのもあと何回だろうとか考えますね。としさんハートありがとう。もうすぐ夜ライもありますしね、涙腺ゆるゆるね、ゆるらいもあるし、あとは何があったかなトーク会系のイベントはいろいろあって、もう本当にそうだね、ネットアイドルをが活動を終了したらアイドル活動は私は今のところしない予定でいます。ゆるらいもトーク会楽しみありがとう。ラストアイドルで上に行きたいという未来しか見ていなかったので、そうじゃないくなって、またアイドルは今のところはやる予定はありません。こんばんは。高速道路一日復旧してくれた。あーそうなの、あ、そういう兼ね合いがあったんだ。としさんバラありがとう。夜来みんな来てくれ、あ、タオルどうなってた、タオルぜひね使ってくださいぜひ使ってください。タオル、個別タオルみんなゲットしてくれて本当にありがとうございますなんですけど、ほんとね、本当に使う機会がなかなか訪れないと思うので、夜来でもぜひ使ってください。私もまだみんなが新しいタオル掲げているの見たことないので、届いたよっていうお写真は見てますけどね。ヒルマンさん桃まんじゅうありがとう。いろいろ外れた、あら、それはとてもとてもとても残念。夜来ね、一気に気に気あんだ。夜来はやりたいって言ってる人はいいけどね、やらないんじゃないかな。まゆちゃんハートありがとう。さきちゃんバラありがとう。配信でガムありがとう、見てくれるのありがとう。カメラも見つけられるようにするね。ゆるらい外れちゃった、あーそうか、ありがとう。気持ちはキースタジオありがとう。長石さん流れ星ありがとう。ゆるらいまだあるかねー、わーからないからな、ゆるらいがどうかどうかね、どうかどうかどうなのかどうか、配信で見ます。ありがとう。頑張ろう。
私自身もね、わりかしライブ久しぶりですね。うん、ライブはいつぶりかな。玉読みやってたのでね、玉読み期間中は玉読みメンバー以外がライブ出てたからね。なんか玉読みの期間とかもうめちゃめちゃ昔に感じるけどさ、まだ1ヶ月くらいだもんね。236日ありがとうございます。これ毎日続けてたらさ、結局何日まで行くんだろう。でも31日はできるのかな、やらないのかな、私はどうだろう分かんないけど、最終何日がゴールになるんだろう、私がこのまま毎日続けてた。その後の予定は分かんないんですけど、まあ、とりあえずショールームに関しては、まあ、5月31日までもしその後芸能活動を続けるとしても、ショールームに関しては31日までではないかなって思ってます。分かんないけど、 SNS、 他の SNS に関してもその後の状況によって急にプツンとなんか全て消えますみたいな、突然削除されますみたいな、そんな世界にはなんないですけど、そう、でもその後によるかなと思います。玉読み楽しかったね。なんか気持ち的にはやっぱ アパラパラプラさん、バラありがとう。玉読みは楽しかったです。大変だったけど、動きが難しくて大変だったけど、でもそうだよね、そういえばさ、玉読みメンバーでもさ、ゆるらいやりたかったよねって言ってたの西にゃさん、ハートありがとう。玉読みメンバーで00とかやってみたかったなって。キリさん、ハートありがとう。すごいさ、玉読み期間中みんなですごい頑張ったからさ、一回ぐらいね、玉読みメンバーゆるらいあってもよかったよね。そうねえ、こんばんは、見たいよね。でもないかな、それはね。そうだね、あんまりもうやりたいですって願ってできる状況ではないのでね。見たかったよね、3までやってほしかった。3まで行ったらさ、次はどんな話だったかな。もうそしたらね、リサちゃんは結構活躍してたんじゃないかな。玉読みね、漫画舞台見てくれたりして、でも原作は見てないんだっていう方とかはぜひね、原作もすごく面白いし、結構細かい、なんかそのセリフとさ、なんかセリフじゃなくて、なんか気持ちの間みたいな、なんかさ、そのちょっとセリフみたいななんていうか、ちょっと言葉みたいなのあるじゃないですか。そういうところとかもね、ぜひ逃さずに見てほしいなって思う。私はちなみに1巻から11巻まで電子バージョン、電子書籍で読んでます。そう、なんか普通に本欲しかったんだけど、なんか私が行った本屋さん売ってなくって、でまあ電子の方がパッと電車の中とかお稽古場とかでも読めるなって思って、いいなって思って電子で買っちゃいました。そう、ここからのリサ先輩、そうなのよ、熊実、確かに
ちょうど今日ゲットした。あ、ナイスタイミング。ツナさん流れ星ありがとう。そう、こんばんは。マナティさんと一緒にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。素敵な時間にしましょうツナさん流れ星いっぱいありがとう。丸い猫さんかわいいありがとう。さっきお洋服って着てたけど、これね結構前に買ったザラのブラウス、あのね前回の手形買いの時もこれ着てた気がする。なんかねちょうどいいんだよね今の季節に春秋にちょうどいいブラウス。こんばんは。ブラウスってさすごいねゲットしちゃうんだよね私。そう、春秋はねブラウスが本当にね大活躍。そう、でもなんか結構似たようなの買っちゃったりするので、すごい考えてこれは持ってないかなって。いやなんか手形買いそんなになんか汚れたりすると思ってなくて、何にも考えずに白で行ったんだけど全然汚れなかった。そう、今回はまだお洋服決めてないけど大丈夫そうなやつ着よう一応。そう、ブラウスなんかね本当に、そうブラウスってねちょっと形が違うだけで全然雰囲気変わるし、こういってリボンがついてるやつとかなんかフリルがついてるやつとかってこういう配信に結構向いてるのよ。しかもそう、なんかやっぱまあオンライントークとかもそうだし、こういうショールームとかいろんな場において結構こうやって配信とかオンラインとかここの画角しか見えない状態でやることってこの世界的に増えたじゃないですか。そうなってくると結局ここの辺なんかめっちゃ可愛いスカート履いてても見えないから、なんかこの辺に可愛いで、なんかそのまあねあんまないけど、その裾とかがすごい可愛いなんかのがついたりしても結局見えないから、なんかそうだからね、この辺が可愛いお洋服。トシさんハートありがとう。がやっぱり目につくようになってしまって、そう結構ねそういうのゲットしたくなっちゃうようになりましたね。こんばんは。みんなもそうじゃない？でもそう、なんか特にオンライントークの時は気をつけて、なんかやっぱまあお洋服までねそんなに気にしてない方の方が正直多いかもしれないんだけど、でもせっかくこう時間もお金も使って会いに来てくれるから可愛くいたいなっていうのがあるので、そうリボンの襟付き、リボンと襟付き、わかるわかる、そう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 。であとこれとかもなんかちょっとここがふんわりになったりとか、結構パフスリーブとかも今流行ってると思うんだけど、そういうのとかもここが見えた時にねすごくなんか華やかに見えるんだよね。やっぱすごいシンプルなやつよりかは。そう、いつもおしゃれありがとうでも好きな系統、なんか大きくなんかめちゃめちゃ綺麗めが好きだったのに超カジュアルが好きになったみたいな、そういう大きな変動はないんだけど、数にいる間にも結構変わりました。なんか好きな雰囲気だったり買うお洋服屋さんだったりとか、まあ年が重なって年を重ねてその見るものだったり、そのかけるお金をかける場所だったりが変わってるっていうのもあるんですけど、トシさんバラありがとう。そうでも変わりました、結構なんか最近はより結構なんかね伝わるかわかんないけどなんかわかんない、私と同じようなお洋服が好きな方は意味が結構通じやすいかもしれないけど、例えばなんかお店に
なんかこうだルミネみたいな感じのお店とか何でもいいんだけど、そういう商業施設的なやつだったとしたら、なんか今までは例えば4階のお店をすごい好きだったんだけど3階のお店が好きになったみたいな、なんかこれ伝わるかなこの言い方、なんかそういう風になりました。ちょっとこんばんは、ありがとう。お洋服情報がいつも気になる、あ嬉しい、ありがとう。お揃いにねしてくれたりもしててすごく嬉しいです。ファッション好き、ありがとう。あ、わかる、あ嬉しいわかる、ありがとう、嬉しい、全然、あめっちゃ嬉しいです、ありがとう多分わかる、そうなんだよね。なんかまあだからちょっとちょい上の世代になったのかなって思う。なんか入っラッサイに入ったばっかりの時とかは、結構どちらかというと結構プチプラ系とか、あとはなんかその自分のこの意識的な問題としてやっぱアイドルだから可愛いなんかフリフリとかなんか可愛い系を着た方がいいのかなみたいな、そういうのがあって、丸猫さん可愛い、ありがとう。なんかそれでちょっと可愛い系というかそういうのとかを選ぼうとしてたんですけど、なんかまあ今もそのザシンプルよりはちょっとなんかデザインあるやつとかはもちろん選んじゃうけど、なんかねもう少し落ち着いたというか、もし自分がこのアイドル活動してなくてもう休日はこういうお洋服をもしかしてくるんじゃないかなみたいな雰囲気にちょっとなってきたかなって思う。でもねめっちゃカジュアルとかも着たいんだよね、いろんな系統見たい、ありがとう。そうめっちゃなんかパンツスタイルのセットアップとかも全然着たいし、安倍さんのさ特番出させていただいた時の悪魔のディールのバックダンサーの衣装とかみたいな、ああいうなんか黒いセットアップとかかっこいいみたいなやつとかも、まあ、結構好きなのし、顔的にはああいうのが割と喋り方とかなんかこう全体の雰囲気的にあんまりイメージがないかもしれないけど、何も喋らずに初めましての状態だったら顔的には意外とああいう雰囲気とかが自分は多分合うんで、そうブランドで言うとね割と好きで、なんかめっちゃ買ってるわけじゃないけど、そう見るのはジルバイジルスチュアードとか、あとウィルセレクションとか、なんて読むっけな、ノエルみたいな合ってるかなとかっていう感じ系。なんかねそうスナイデルとかもすごい可愛くていつも見るんだけど、なんかねスナイデルとかリリー・ブラウンとかってなんか誰かしらと被るかなとか思って一旦躊躇しちゃうんだよね。そうジュンジュンさんかっこいい、ありがとう。エネイズのセットアップ、そうああいうのね好きです。あエネイズもすごいね好きで見ます、前田のぞみさんのブランドなんですけど、そうお姉さん系、そうちょっとお姉さん系になったかも。だから入ったばっかりの時とかはマジェスティックレゴンとか結構好きだったんですよ。そうね、美人百科とかのモデルさんが着てそうなお洋服とかが好きかも、が伝わりやすいかな。あジョン太郎さん尊い、ありがとう。でもこうそれこそザラとかも着るし、全然グレールとかでもゲットしたりはするんだけど、ミルで行くとね。そうかな、こんばんは。トランティアンもね好きですね。トランティアン
がその中でいくとちょっと甘め要素が強くてイベントとかに向いてるなって思う。みんなはよくぜひデートとかで来ていってくださいわかんないけど私はトーク会できます。そうあやふやの衣装によって、あ嬉しい、ありがとう。あやふやの衣装本当お気に入りだから嬉しいです。大学生が成長してキルンキルン、あそう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 、ちゃんとなんか多分年齢通りに好きが移行してる感じかもしれない。まあ大学生、普通に大学生だったから、大学生って割とそのコスパ重視じゃないけど、なんかまあ毎日着ていくじゃないですか。だから結構そのなんだろう、着回し力とかコスパ重視みたいな結構そういう感じだったんだけど、やっぱこの活動するようになってみんなが真似してくれたりとかするのもすごい嬉しいし、なんかぜひねお揃いとかも私はしたいので、結構そのイベントとかに着るときはなるべくね、どうしても気に入ってるやつとかは別としてもなるべく今期にその売ってるものとか買えるものとかを着るようにしたいなと思って、そうやってましたね。そうなの、なんかもともと持ってるお洋服とかでもいいんだけど、そうみんながいいなって思ってくれる。インスタにアップした、ありがとう。そう あれはナイスクラップ、あナイスクラップもねなんか見るんですけど、もう結構誰か着るかなって思って、普段は最近あんまり買わないですね。そうでもあのお洋服実はなんか結局気に入って結構着てるんですけど、前にアベマのボートの番組出させていただいた時に着てたやつなんだけど、あれなんかねボートの出演が決まったのが結構ギリギリだったんだよね。そうであれ私服で出なきゃいけないから、でなんか春服そろそろなんかあんまちょっと春服目かなとか思って結構急いでゲットしたの。なんか私結構いつもすごい考えてお洋服とかもなんか A と B があったとしたら、あ A のここはいいけど B のここが良くてみたいな、あでも A も B も両方買うのはちょっとなみたいな、あちょっと一旦お家に帰って考えようみたいな、で結局 A も B も買わずに C を買うとかやったりするんですけど、結構その考えるタイプなんだけど、あのワンピースは割とそのもう本当に時間がなくてパッとゲットしたんだけど、思ったよりも良くて重宝しております。そうコーデ参考になる、嬉しい、ありがとう。そう私はね結構首詰まりハイベストが好きなので同じような雰囲気だったり多いんですけど、最近はちょっとでもここVネックと、Vネックって言ってもまああんまり深めすぎるやつはねやっぱ今でもあんまりあれなんだけど、ちょっと空いてるやつとか、あとまあこの時期とかになってくる、春とかになってくるとスクエアネックみたいなちょっとこういう風になってるやつとかも可愛いし、逆にもっとボリューミーな感じの雰囲気とかも可愛いし、そういいなって思っていろんなお洋服屋さん見るけど、悩むだけ悩んでるだけ。まあまあそう似合う形ばっかり、そうなのよ、結局好きなのって似たり寄ったりになっちゃって、どのお店でも例えば今だったらこういうリボンがついてるブラウスとかって結構いろんなお店で売ってるから、どのお店でも可愛いなと思っちゃって、あるんだよね。こんばんは、好きな男性のコーデ、あーこれもね結構よく質問いただくんですけど、でも私あんまりこだわりなくて、でもまあいつも言うけどめっちゃ柄物みたいな感じのなんかもうセットみたいなの来られるとちょっと一瞬びっくりするかもしれないけど、好きなのでいいと思うわかんないけど、 TPO さえわきまえてればみたいな感じじゃない？だってなんかさどう見てもすごいカッチリした場所なのにさ、ビーチサンダルとか履いてたらさ、なんか多分私だけじゃなくてその周りにいるみんなが
えってなると思うからそう、そういうのさえわきまえてれば何でもいいんじゃないですかねえ、でもね、なんか友達にね聞いたの、そういう人いるんだって。そう、あ、しかもそれは別に男の人じゃなくて女の子の話なんだけど、なんか友達の友達がなんか結構ちゃんとしたお食事みたいな時に夏でビーチサンダルを履いてきて、ちょっとさすがにこの子やばいって思ったみたいな話を聞いて、あ、そんな、私はまだ出会ったことないんだけど、あ、そんな人いるんだと思って。そう、いや、なんかさ、まさかと思うじゃない、いるんだって。そう、だから一応言ってもいいよね。そうそうなの。まあ別にだから男女問わずよね、これは男女問わずよ。あ、モノトーンいいと思う。私ね、あったわ、あのなんか、まあ、もう冬終わっちゃうけど、冬だったら結構黒のロングコートみたいなやつとかがいいなって思います。ハイネック、なんか自分が好きな服、自分が着たい、自分が男の人だったら着たいなって思う服かも、これって。別にその誰かが着てていいなって思ったっていうよりは、ツナさん流れ星ありがとう。なんか学生だったら自分は学ランがいいなって思うし、自分がそうだね、男の人だったらそういうの着たいかもだからって別に強制はしないですけど、ガラガラ、原色原色、確かに。まあだからその人のさ似合うかどうかみたいなことよね。黒のロングコート今も暑いよね。春とかだと分かんないわ、どういうのがいいんだろうね。でもユニクロとかがいいんじゃないって思う。なんかあんまさ、めちゃくちゃ私が知らないようなさ超おしゃれなブランドとか言われてさ、あ、そうそうそうなんだみたいになっちゃうとさ、なんかお互い気まずくない？冬物セールで、確かに今ってセールコートとかセールしてそうだよね。結構シンプルめなのが好きですかな分かんないけど、ママコート暑い5月だったらどんな服だろうね。一気に寒くなる、あ、そうみたいだね、結構寒さが増すみたい。こんばんは、ありがとう、ほし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 。そうね、私でもあんまブランドとかわからないので。そうだね、でもなんか例えばめっちゃ靴とか時計とかがすごいいいやつで、なんかこだわりがあるとかはいいんじゃないかなって思う誰目線すぎるけど、誰ですかっていう感じだけど。そう、かわいいですね、ありがとうございます。とんでもないですがありがとうございます。そうそう、そういうおしゃれなんかなのいいよね。なんか しかもなんかそのおしゃれしてますみたいな、なんかどうだおしゃれだろうみたいな感じじゃなくて、なんかさらっとつけてる感じがなんかいいんじゃないかなって思う。なんかめちゃめちゃになんかこう見せびらかしてきてどうだどうだみたいなのはなんかちょっと違う気がするそれはなんか、それもなんかそうだね、別になんか性別とか年齢とか問わず誰であってもそうじゃない。誰であってもそうっていうのも結構あるかもしれないです。何でもささらってやってくれるとすごいさ、人間として素敵だなって思う。全部ログインハンディブランドちょっとなんかびっくりしちゃうかもね。なんか例えばさ、ちょっとさ雨とか降ってきた時にさ、なんか大変だみたいな、もう濡れたらもうやばいみたいなちょっとでも濡らしたらこのハイブランドのものはいけないかもしれないみたいなさ、そういう風なのはちょっと違うよね。自分も気をつけようって思いますね。自分自身も
さんも確かに、そっか、じゃあいっかじゃあもうそれは借りよう。私も結構そうかも。なんか男性だから女性だからみたいな言うよりは、なんか人間としていい行動か、ちょっとそれはどうなんだろうって気になっちゃうかっていうのはあるかもね。でもそれってみんなない？うん、そう、バッグも持っちゃう、確かにね、うん、そう、人間として私も気をつけて生きよう。なんだろうね、さりげなくされてさ嬉しかったことある？みんな私はね、でも何でも優しいなって思っちゃうけど、なんか普通に例えばメンバーとかといてもさ、なんかツナさん流れ星ありがとう、なんかさバス降りる時とかにさ、ちょっと前の方に座ったりとかしてて、全然タイミングつかめなくて、一瞬開けてくれてどうぞってやってくれるだけでも、あ優しいなって思うしそうだね、優しいって思うのめっちゃ多いかも。優しいって思うハードルがめちゃめちゃに低いかもしれないし、そうだね、なんか最近だとレッスンとかしててもゼッケン来てレッスンしてるけど、そのゼッケンとかもちょっと配ったりしてくれても、あ優しいなって思うし、欠点をさらっとこうと、あー確かに、なんか褒めようとして、なんかごますりじゃないけどさ、なんかさ今日もそれすごくいいですねみたいな、なんかよかった、すごく可愛いですね、この商品どうですかみたいなんじゃなくてさなんかあーそれいいねみたいな、あ髪切ったんだいいじゃんみたいな、そういう感じかな。確かにさりげない変化に気づくっていうのはいいのかもね。こんばんは、ドア開けてくれる、あー確かに確かに、手とかさ、自分が相手のめっちゃ荷物とか持っててさ、スッて開けてくれたりすると、確かに優しいってなるね。こんばんは、いろいろあるね。さりげないね、でもさ意外と気づかないじゃない、わかんないけどさ、なんかまあさすがに例えば私がさすごいロングからさ切ったらさ、それはさすがにさどう見ても切ったなって思うけどさ、例えばこっからさなんか1センチぐらい切ってもさ、多分わかる人って少ないよね。だから本当にちょっとした変化に気づく人ってすごいと思う。メイクとかもそうなのかな、でも毎日合ってるってわかんないな、新しいコスメにしたとか、あ買ったらすごいね、私わかんない気がするな。前髪切った、そうだね、前髪とかもだからさ結構常に整えてる子とかもいるからね、割とその1ヶ月に1回美容室に行ってとかのレベルじゃなくて、本当に1週間とかも毎日のように同じ長さになるように前髪整えてる子とかもいたりするしね。変化に気づいてあげたいいいと思う、誰でも。でもさそれって多分さ上司とかからもさ好かれそうじゃない、なんか普通に別にさ女の子じゃなくてもさ、例えばなんか、あ部長今日のネクタイいいですねとか、あそんなこと言わないのかな、わかんないけどわかんないけどそんなこと言わない、おじさん上司にメイクされる、ちょっと確かにそんな細かく見てたかでもなるのか、難しいな。セクハラ、そうだよね、ハラス、ハラスですってなっちゃう、二宮さんみたいになっちゃう真犯人フラグの二宮さんと太田黒部長みたいな部長それは
勤務外の詮索はハラスですってなっちゃう。ムジさんさん、レインボースターありがとう。使えるかな、ネクタイ褒めるのいい。あ、いいらしいよ彼氏を無理やりイベントに連れてって、わーありがとう。あ、そう、意外とあのご夫婦でとか、あのカップルでとかで会いに来てくださる方とかもいらっしゃるんですよ。そう、すごい嬉しいことに。そう、私はとても嬉しいです。ご家族で、あの親子で来てくださる方とかもいらっしゃるし、そう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 、めっちゃ嬉しい。うん、嫌なことあった時に、確かに、なんか私もそういう人になりたいわ。ちょっとしたことに気づいてあげられる人になりたいね。でなんかさ、そういう時にさあ、ちゃんとさ好きな飲み物とか知っといてさ、なんかどうしたの大丈夫とかじゃなくて、あ、パラパラパラさんハートありがとう。なんか例えばオレンジジュースが好きだったらさ、さりげなくさオレンジジュースをあげるとかさ、どうオレンジジュースは微妙そういうのいいね、はいみたいな。間違えて2本買っちゃったからとか言って分かんないけどさ、私のさ想像って結構漫画っぽい気がするんだけど、なんかどんなの。あ、パラパラパラさん流れ星ありがとう。ちょっと漫画っぽい、口会とかでジュースをおごるのやりたい。いいよね、いい気がする。泣いてる時に好きなものを持ってきてもらったこと、あ、めちゃめちゃいい人。誰が持ってきてくれたんだろう。初めての人と会ったらスマホに特徴、あ、めちゃめちゃいいですね。次会った時にさ、あれなんかちょっとなんか身長伸びました、さすがにないか、この年になって背伸びましたねみたいな、それはさすがにないか。髪型変わりました、髪色変わりましたねとかいけるかなうん、理想の先輩、先輩にならなきゃいけない、まず私どう考えてもまずは後輩からスタートするから、いい後輩からのいい先輩にならなきゃいけない。今の彼氏が持って、あ、何、めちゃめちゃいい話めちゃめちゃいい話じゃん。ホルホースさん、だるまさんとハートありがとう。めちゃくちゃいい話だわ。うん、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは。さりげなさって大事なんだな。私も優しい人でいたいな。コムケンさんハートありがとう。優しくなりたいわ。でも今なんかさ、めっちゃさスーツの想像でさ話してたけどさ、いろんなその職場みたいなのさ、めっちゃパソコンが置いてあってスーツ着れてみたいな。でもさあんまそういう感じじゃないのかな、今ってやっぱさリモートワークとかが増えたりとかしてるしさ、なんかなんだろう、ちょっとラフな格好とかでさ会社行ったりとかするのも多いのかな。猫神さん、だるまさんありがとう。奥の次そうかもしれないうん、素敵だなと思う、ありがとう。グレーのパーカー、あーもうだから楽に楽に、楽さを重視するとグレーのパーカーになるのかな。ホルホースさん、ゲームハートありがとう。いつも疲れてます、アライありがとう。そう言ってくれるのが優しいよ、ありがとう。落ち着くからこのまま寝せれそう、あ、よく言われるんだよね。そう、私と喋ってると眠くなるって
これさ、なんかさ、配信だからそうだと思うじゃない。全然ね、昔から言われたことある。なんかね、中学の時だったか高校の時だったか覚えてないけど、なんかそのぐらいの時も言われたことある。なんか眠くなるねみたいな。それ悪口だったかな、もしかして。スーツとオフィスカジュアル、あーそうなんだ。やっぱ変わりますね。ネクタイがなしってことかな。バリバリスーツ、あーそうなんだ。でもスーツっていいけどね。私はわりかしスーツって好きだけどね、ゆったりね。ー嬉しい。そう、なんかゆったりらしい。えのさんさん、ハートありがとう。ホルホースさん、流れ星ありがとう。私あんまりその自分でゆっくりだなって思ったことないけど、結構ゆっくりらしい。ムジソンさん、かわいいありがとう。なんか出てると安心するってことなのか。ああそういうことなんだ。あなたはだんだん眠くなるのやつ、私向いてるかもしれない。催眠術みたいな。スーツの、あーでもそれはありますね。何？え、これゆうきちゃん本物？これゆうきちゃん本物？え、本物？本物の、本物これ？この、なんでこんなギャルみたいなアイコンなんだろう。本物のゆうきちゃん？この小判くれてるの？本物？本物かどうかの判別の仕方わからん。本物か。あ、本物なの？ゆうきちゃん、小判ありがとう。どうしたの？小判と流れ星も投げてくれてる。ありがとう。どうしたの？どうしたの？どうしたんだい？なんで、あ、なんかさ、前もこのギャルみたいなやつだったっけ？なんでこれにしてるんだろう？ギルアバターだった気がする。なんでギャルに憧れてるの？しかも結構平成のギャルって感じだね、この平成初期のギャルって感じ。ありがとう。どうしたの？元気？次の夜来の出演が一緒なのですぐ会います。ルーズソックス、ルーズソックスってさ、なんかまた流行ってるらしいよね。なんかショールームバグって、いくら投げてもゴールド減らないから。そんなことある？普通に。やばい。ただ私にギフトくれただけのゆうきちゃんだった。何が起こってたんだろうね。治ってよかったのかな。パンケーキデートコンビ、あそうだよ、ゆうきちゃん帽子、まあでもあれ結構冬っぽいかな、あの帽子かぶってる。またパンケーキ食べに行こうね。パンケーキだけじゃなくて、次はゆうきちゃんが好きなものを食べに行きましょう。何がいい？たみんなはバグってない？めっちゃ笑ってる。わらわらわら。実験実験室だった模様。面白い。そんなことあるんだ。何が起きてたんだろうね。ちょっとあれかな、反映が遅かったみたいなことなんかな。テストね。
別にテストしなくても、しかもさ結構しっかり小判投げてくれてありがとう。実験好き理科室です。ここは理科室。理科室ってさ、なんかさ第一理科室第二理科室みたいななかった？実験結果はね普通に減ったみたいだよ普通に減ったみたい私はね実験はちょっと苦手だった。なんか他の教室でやる授業ちょっと苦手だった。割と理科とか技術とか家庭科とか、謎の液体に入った標本、あーあるよね。なんかさカエルとかでしょ。何が一番苦手、あー何が苦手だったかな。でもまあ教科で行くと数学が苦手だったけど、理科の実験で行くと、理科の実験何が苦手だったかな、んかあんまり覚え、何のどんな実験があったっけ。さっきシーマナのルームで小判めっちゃ投げても減らなくて、あそうなの。えなんかじゃあシーマナのルームがさ、なんかもう無限になんか無限に投げられるルームになってんじゃない違うかな。お邪魔しました、ありがとう、またね気をつけてね面白い、そんなことあるんだ。まあまあ、ギャルアバターゆうきちゃんがいましたまたね面白い。後から請求され可能性はゼロではないよな。なんだっけこの請求みたいな思ったら、あ、シーマナとのんちゃんのルームで小判投げたんだった、なるかも。身に覚えのない請求が来ているけど、あでもあれかも、マッチに火をつけてアルコールランプをつけるやつとか地味に苦手だったかも。なんかうまくいくときはシュッてつけられるんだけど、いかないときはマジで全然つけられなくて、でもアルコールランプに火をつけないともう何も始まらなくてみたいなだったかも。なんか今すごい思い出した。でアルコールランプってなんかさ、火消すときにさ一回蓋閉めてもう一回開けてもう一回蓋閉めるよねやたらそういうのだけ覚えてる。顕微鏡を覗いてとかいりましたね。なんかプレパラートみたいなやつ、割らないように気をつけてみたいな。あパロパロパロさん音符ありがとう。そういうのあったな、懐かしいな。ガスバーナーの日、あー怖いね、ガスバーナーの日怖いね。アパロパロパロさん流れ星ありがとう。アルコールランプって今ないの？え、ないの？アルコールランプってないんだ。そう理科の実験プレパラート、そうミトコンドリアなんかあったなんかあった。微生物やたら覚えるよね、微生物めっちゃ覚えるわ。なんか何だったかな、全然思い出せないけど、すごい覚えたし、理科の実験で確かになんかビーカーに入れてとかでね、試験管がどうのこうのとか、そういうなんかこれをやると何色になるでしょうかとか、そういうのよね。そう怖いよねあれ結構。あとなんかさ絶対混ぜちゃダメみたいな、これ本当に触ったらなんか皮膚とか危ないからみたいな、なんか溶けちゃうみたいな、なんかさそういうのとかでさ、これ
これ絶対触っちゃダメだよみたいな言うやつとかさ、結構ビビってた気がします。私あんまりそういうのできなかった気がする。マッチつけられない、わかる。ミトコンドリア微生物じゃないらしい。いや私も分かってないわ。理科ちゃんと勉強したんだけどな、当時は頑張ったのよ。そうあー、アルカリとかアルカリ性酸性みたいな、なんだっけ pH みたいなやつだっけ。やったやった、溶素液、あ、デンプンに反応させるみたいなやつですか。あ、やったことある気がするな。元素記号、あ、水平リーベイ、水平リーベイ、僕の船、ナナマガールシップスクラークかって覚えてた私。でもそれが今書けないかも。それが何みたいな感じかもしれない。それでみたいな感じかも。そうありがとう、いつもありがとう、こちらこそありがとう。合ってるよね。でも水平リーベイ僕の船のそのこの言葉は合ってると思うんだけど、それがなんだかはちょっとわかんない。わかんないですね。そうで、なんだっけなみたいな、それが言えたところで、僕の船、ノマールシップスク、シップスクールあるか、ちょっと違うんだ。そうなのよ。なんかさ、こういうのってさ、まいさんハートありがとう。なんかさ、確かになんか学生時代めっちゃ思ったんだけど、なんか日常生活では別に使わないし、なんかまあ知らなかったとしても人生に何か影響があるかっていうと、まあそうではないことかもしれないけど、でも知ってた方が豊かにはなるよねっていう感じじゃない。なんかまあ知らないよりは、何事もその学校で勉強することとかってなんか知ってて損はないし、知ってた方がちょっと人生豊かになるみたいな感じじゃん。なんかちょっとさ、誰かと話した時に、例えばすごい、まあ、今だったらさ、理科がすごい好きだったらさ、そこで話がもしかして広がるかもしれないし、もしかして取引先の方がめっちゃ理科が好きでその話ですごい盛り上がって取引成立するかもしれないし、そういうのを考えると、なんかまあできなくても別にその人生においてなんかまあ特にあれだけど、でも知らないよりは知ってた方がいいなって今になったら分かります。当時数学とか本当にこんななんかルートとかやっても、なんか人生でいつ使うんだろうなって思って、なんかすごいやりたくなかったんだけど、なんか例えば漢字とかはさ、一生ついて回るというかさ、やっぱ読めないよりは読めた方が役に立つし、何かあった時に便利だけど、なんか別にルートの計算はいいやって思ってたけど、なんか今になってみると、まあできないよりはできた方がいいなって思うし、知らないよりは知ってた方がいいよなって思うから、今勉強頑張っている皆さん引き続き頑張ってください。会話の引き出しがさらっと素敵な、いや本当にそうなのよね。なんかそれもなんか、なんだろう、めっちゃひけらかすように、これはこういうことなんですよみたいに言うんじゃなくて、あ、そうらしいですよねみたいな、これこれこういう理由らしいですよみたいな、え、すごいみたいになるじゃん。それってすごくいいよね。ゆねぴーさん、ももまんじゅう、ありがとう。安全に暮らせる、確かにそうかもね。なんかこれってなんかさ、それこそ例えばさ、お洋服とか、あ、汚れちゃったってなった時とかにもさ、あ、この洗剤の方がいいとかさ、わかるかもしれないもんね。私は
全然わからないけどまあ今はね Google とか調べればいいっちゃ調べればいいけど、科学も生物も目に見えない、確かに目に見えない、確かにな、勉強は人生の選択肢を増やす、まあそういうことよね、だから結局さそこよね、理科と数学の勉強中、将来絶対使わない、めっちゃわかる、なんか特にさ数学のさ、例えばさなんか弟は何分前に家を出てなんか途中で止まってその間に兄は何分後に出発して時速何メートルの速さで進んでいますみたいな、なんかさて弟と兄はいつ出会うでしょうみたいな、なんかさそういうのさ、なんか本当にいちいちさ、えなんでこの兄弟一緒に家出ないんだろうみたいなさ、そうすごい思ってました、池の周りをさなんか走るとかさ、どんな池なんだろうとかさ、そういうの気になっちゃうタイプの学生でした。動く天秤さん SPI、 そう SPI、 あそうそうそう、私さなんかさ就活しようとしてたから SPI の勉強ちょっとやってたんですよ。でもなんか理科と数学が本当にやばくてなんか全然わからなくて、あのなんだっけな、塩分濃度だっけみたいなやつをさやらなきゃいけないやつが理科の問題にあって、本当になんか当時はそういえばそんなことやったなと思ったけど、改めてやってみて全然わからなくてめっちゃ絶望的だなって思ってたそう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 、なんかケーキがなんか何等分に分けた時なんかどうしたらいいでしょうみたいな、何人に分けてみたいなさ、え、なんかさそんなさなんか教室みたいなところで分けるんだったらさ、なんか全員分買ってきてあげたらいいのになとかさ、なんかそういうの気になっちゃって、そうそう、問題は問題だからさあれなんだけどさ、特にね数学はさ、まあんまり苦手だからそういうのが気になっちゃうっていうのもあるけど、国語とかもさ、まあそう言われてみれば変な文章とかもあったりするけどね、そうなんかそういうのとかいろいろ思ってた、やりたくないって思ってたけど、でもまあ別にその兄が弟がとかそういう話は別にいいとしても、なんかその何キロで走るからとかそういうのは別に覚えてて損はないしさ、なんだっけ、時間速さ道のりみたいなやつだよね、なんかあのこう丸書いてさこうやってやってさ、なんだっけ、見端みたいなやつで、なんか割るかけるみたいなさやつなんかやるよね。はじき、はじきなんだ、は、いやさ時間、距離か、見端じゃなかったっけ、見端の人いない見端がなんか私しっくりくるんだけど、はじきだった、はじき懐かしい、はじき花のみんな、え、見端で、あ、見端でした、あ、一緒一緒、道のり速さ時間だよね、いやこれ違ったら結構恥ずかしいまいさんバラありがとう、速さ時間距離、おお、そうなんだ、小学校の話、お道具箱、確かになんかさ入ってるやつだよね、いろいろカシャカシャ乗るやつ、木端、あーそうなんだ、距離速さ時間、なんか丸書いてこういう書いて割るかけるだよね、違うかな、それで
青山さん流れ星ありがとう。それでやってた気がする。なんか小学生の時に先生がなんかミッフィーの人形を持ってきて、なんかミッフィーのなんか顔、なんかミッフィーって口がバッテンじゃない、そう T 書く、そう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 、なんか口がバッテンだから、こうやってやってこうこうなった時のここはバツみたいなで書けるだよみたいな言ってた気がする。なんでミッフィーの人形持ってきたんだろうって思ってた時に、算数の時にそれ言ってた気がする。ミハジ丸で書いてた。あ一緒だ、はじき派、結構はじき派も多い。あそもそもね、もうそれすらもうそういう覚え方じゃなくて普通に覚えてくださいっていう感じだったのか。 T のやつあるよね、確かに確かに。ミハジじゃなくてなんだっけ、あったあった T のやつあった、なんだっけな。結構覚えてないもんですね。覚えてないし思い出せば思い出すみたいなところはありますね。懐かしいそうミッフィーだったの、口がバッテンなのミッフィーって。ミッフィーちゃん、そんな話をしていたらあっという間にそろそろ時間が過ぎてきましたね。ナユンさん流れ星じゃない、レインボースターありがとう。あっという間の時間でございます。皆さん改めてリアルトーク会たくさんお申し込みいただきまして本当にありがとうございます。オンライントーク会の今受付中ではないんですけど、また次の受付が始まりましたらお知らせさせていただくので、もしもっと話したいって思ってくださったりしたら、よかったらオンライントーク会にも来てくださったら嬉しいなと思います。そして手形会が今受付中で、前回右で押したので左手で手形を押せたらいいなと思っております。手形はねお話ししたりっていう感じではないんですけど、でも形に残る思い出にはなると思うので、ぜひ記念に1枚ゲットしてくださったら嬉しいなと思います。声出して笑った楽しんでもらえることが私の幸せです、ありがとうはい、やっぱお話でリアルトークとかオンライントークとかのお話はみんなと私の記憶の中で幸せな記憶として残して、それをこの手形を見た時に思い出すっていうのがいい流れではないでしょうか手形を見た時に、あそういえばこの時の特会ではのんちゃんとこんな話をしたな、あそんな思い出があったななんて思い出してくれたら嬉しいです。おやすみのんちゃん、おやすみのんちゃんありがとう。おやすみ、おやすみ。ではランキングを読んでそろそろ終わりたいと思います13位山崎さん、12位アルレッキーノさん、11位コルトさん、10位隠れファンさん、9位ダブさん、8位ヒルマンさん、7位トシさん、6位タカヒロちゃん、5位ジョン太郎さん、4位アポロポロポロさんありがとうございます。はい、そして3位がジュンジュンさんありがとうございます。2位がツナさんありがとうございます。そして1位がタカ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 タダン、ムジソンさんでした。ありがとうございました、ありがとうございました。今日も毎日急遽の配信ですがありがとうございました。ちょっとね寂しい気持ちもいっぱいあって、完全にねめちゃくちゃにポジティブかと言われると、まあ、難しいんですけど、でもみんながね思い出した時になんか私のなんか笑顔がね思い出されたら嬉しいなと思うので、楽しく
これからも配信続けていけたらいいなと思っているので、ぜひよろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。バイバーイ。